皆さんこんにちは。今回はケア教特別版ということで講師をお呼びしています。中村敦彦さんです。何の講師？貧困先生。最近介護職は社会の底辺だっていうコンテンツとか記事とかが増えてて、はい、介護関係の方々が憤ってる人もいればそうだそうだっていう人もいて、介護職が社会の底辺って言われることについてどう思ってるんですか？言われてものすごく納得っていう部分もあれば、それだけじゃないんだぞっていう気持ちもあります。排泄の解除があったりとか、うん、いろんな重労働がある中で賃金が安いとかっていうのは、まあ、底辺って言われる理由なんじゃないかなっていうところでは納得してる。賃金はやってる仕事より安いなと思って、はい、お金屋さんやられてるの、どうですか？そうですね、私は大学からずっと福祉を学んできて、周りが介護業界に進む人も多かったので、むしろその介護のプロフェッショナルっていうことに誇りを持って仕事してきた部分があったので、社会的に見てこう底辺だったんだ自分たちっていうのは言われて初めて気づきました。どういう人たちが底辺って言われてるのかなってまあ、ネットレベルで見てみたら、介護職なり美容師なりアパレル店員、コンビニ店員とか警備員、工場の工員さんとか清掃してる人とか、まあいろんな職業が出てきてて、介護職だけが言われてるわけじゃなくて、まあおおよそ貧困に該当する人。介護職ってやりがいはあるんですか？そういう支援を必要としている人と支援をしたい人っていうことで、自分が役に立ってるっていうことが伝わるんじゃないかなと。そういう日常を繰り返してると自己肯定感が高まるって、底辺って言われることに憤るって流れ、やりがいとかっていう精神論だけで、自分たちは頑張ってんのに国が認めてくれないみたいな口みたいなのが多いじゃないですか、うん、介護職っていうのは他の仕事と違って生産するものじゃないんですよね。儲かる行為じゃないことに無理やり値段をつけてるから、低賃金で行きなさいって国が決めた価格で給与をもらってて現状を生んでると思うんですよね。1999年と2003年に労働者派遣法を改正した。労働者派遣法っていうのはその雇用の規制緩和なんだけど、うん、非正規労働者っていうのはここで激増したの。仕事が多い時は人呼んで、亡くなったら首切ってみたいなことをしたい企業の意向を組んで、人間のセーフティーネットを奪っちゃったの。平成の前半ぐらいまでは、まあ、終身雇用が普通に機能してて、まあ、10年後15年後も頑張って働いたらこういう生活ができるっていう安心のもとで、みんな国民みんなが生活してたんだけど、うん、国民の貧困化がもう20年ぐらい続いちゃって、うん、今は大変なことでもうそこら中の人が貧困に該当する、うん、貧困の基準っていうのが絶対的貧困と相対的貧困だって。絶対的貧困はそのアフリカとかでガガシしちゃうような、可処分所得って税引きで手取りのお金で決めるんだけど、年間120万円以下が貧困、相対的貧困に該当するっていうラインで、そう考えると手取りが15万円で、東京で6万円の部屋に住んでたら残りが9万円で、で挙句の果てに奨学金の支払いとかあって、地方で実家に暮らしてたらだから15万円でとりあえず貧困には該当しないじゃん、120万円ですから、はいはい、だけど単身で一人暮らししちゃうとそこで6万7万がかかっちゃって、うん、で単身女性の 33% 3人に1人がもう貧困に該当しちゃってる世の中になっちゃってる、ね、シングルマザーだと 55% から 60% ぐらいもう数字が出てて、15万円引く6万で9万しか残らないっていう貧困の人、これ知り合いで10人ぐらい簡単に思いつくでしょ。それが普通であるからやっぱりちょっと介護業界おかしいなと思うのであって、これがやっぱり今貧困問題って新聞にも週刊誌にも問題って出てるでしょ。これが問題なのよ。だからすぐ隣にいる人が今社会問題になってるの。貧困の怖いところっていうのが、貧困の人が周りにいっぱいいるからそれが普通になっちゃって抜け出せないんですよ。階層の固定化って言われてるんだけど、結婚したりもっと生産的な仕事に流れたりいろんなことして貧困って抜け出すものなのね。介護職
でみんなが貧困で貧困であることが普通になっちゃうと、あの友達も会う人も入ってくる情報も階層が違うところから入ってこない。だから結婚できないよ。貧困同士だったら結婚できるけど出会いもないから。でこれはすごい問題だなと思って、だからあの介護職の人、俺はたまたま抜け出せたから、まあ、相当頑張ったけど、やっぱり一歩外に出ていかないと抜け出せる情報がつかめないじゃないですか。でこれ俺から見た図なんだけど、一般的なのこっちなんだけど、まあ国とか経営者とか金持ちとか資産家とかがまあ社会の上長流、うん、であと一般人はまあ普通のその貧困に該当しない中流の人たちで、今の流れっていうのはこの中流の人たちがどん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 下に女性中心に転落しちゃってるのが今の社会なんだけど、でそこに底辺に非正規雇用で働いてるサービス業、貧しさも慣れるから暮らせるんだけど、介護職の人がなんでそうなるのかなと思って、その介護職の人たちのあの態度とか発言見てると自分がすごい上と思ってるよね。彼らに何言ってる？これは素晴らしい仕事です、やりがいがあります、うん、はい、あのこれからの社会に必要です、本当にありがとうとか、なんでその言葉かけるかっていうと、ここにつながるんだけど、生産性がないし公務を市場化して商品にしたわけですよ。安くてプライド持って頑張って、でブラックロードもしてくれるんだったらこのものがありがたいじゃん。だから声かけまくって、で彼らは自分は上だと勘違いしてるけど本当はここだから、生涯固定だよもう。そしたら意識は一番上にあると、意識が上あるし、社会に必要だと思われてるってこの人たちは多分言ってると思うんだよね。だからちょっと現実と違う情報で染まっちゃってるから、プライド高い人多いと思います。そうですね、誇りを持って仕事をしているっていういい面もあれば、まあ、さっきおっしゃってたようにその業界でしかこう自分の視野の幅がない人もやっぱり多いかなって思うので、で完成貧困の流れでリーマンショックっていうのがあって、ここで中年男性で製造業にいる人たちが世界で突然物が売れなくなってものすごい失業者が増えたのね。で政府が結構慌てて失業者まみれになって、で慌てて重点分野雇用創造事業っていう政策を掲げた。これは何なんですか？初めて聞きました、ここで人が失業者が溢れたのを、もう国の政策として人手が足りなくて、人手が足りなかったり、あの将来的にあの必要人が必要とされる産業に誘導しようっていう政策が発動された、まさに介護で、これが政府が決めて厚生労働省が全部都道府県に投げて、で都道府県が全部の市区町村にで投げてって、こう全てが動いたんだね。失業者を介護に誘導流す、流して、でこの人たちに当時のヘルパーに給与を取ってもらって、もちろん無料、都道府県によってはお金払って取ってもらって、で取った後に雇用したら雇用先にお金を払う、っていう政策。なるほど。すごいなと思ったのはね、東京都が一番すごかったんで、東京都がね今もやってんのかな、東京チャレンジ介護っていう政策を出して、初めて聞きました、はい、東京チャレンジ介護すごくて、はい、俺が見たの東池袋公園だったんだけど、ホームレスの人が集まってるようなところに東京チャレンジ介護で、はい、でホームレスの人を、はい、ホームレスの人ってあの公園に住む人、はい、今すぐ減ったけど、結構いっぱいいるね昔から、はい、でそういう人たちにヘルパー日給取ってもらって会話に流すみたいな、だって公園に貼ってんだもん。でここからよくよく自分思い返したら当たってると思う。ここから本格的な人材の劣化が始まってんだよ。あの人手不足ではあったけどもずっと、あの政策は発動してないからみんな介護なんて仕事知らないわけですよ。あで、はい、で困り果てた人がハローワーク行くと、あの介護ってありますよっていう説明をいちいちして介護って、しかもタダで資格取れてお金もくれる人みんなやるよ。確かにそうですよね。で安倍政権、2015年の安倍政権だから第2次第3次、まあ安倍政権が
2012年から安倍政権になって1回解散して2回目の時に介護離職ゼロ3本目って政策の柱で、うん、安倍首相が掲げて、でここで特養をたくさん作るみたいな、まあ、ちょっとずれてんだけど、働く人もいないのに特養を作ってどうするんだみたいな批判見たことあると思うけど、うん、で介護離職ゼロっていう掲げて、うん、で介護離職ゼロっていうのは何かというと、介護するっていうのはだから問題なのが、会社で勤めてる人が親が介護が必要になって会社を辞めちゃうのが介護離職なのね。でそれを止めようっていう政策を出して、で特養老人ホームをたくさん作って介護離職を減らそうっていうことだったんだけど、社会から排除された底辺の人にやってもらって生産性を保ちましょうっていう政策で、2018年に外国人をどんどん人手不足の産業に入れたいっていう政策がやっぱりこの2年ぐらいどんいろいろ進んでるんだけど、そこで入管法改正かなんかの時に政府が介護をね、単純労働に入れてビル清掃とかとなんか並ぶような感じの、それはやっぱりずっとこういうことやってるわけだから、やっぱり国の方々はそういう扱いをしてるってことの介護、それは下世ないです。それは、はい、具体的に私たちがこれからどうしていけばこの貧困から抜け出せるというか底辺から抜け出せるんですかね。底辺ってこと納得いってないんだったら、どうしてそういうことが起こるのかっていうことを、まあ、全員考えたわけよね。介護職の人全員考えて、どうしてそう言われるのかっていう理由があるから、まあ今さらっと一部しか話してないけど、ちょっとだけ話しただけでも、そういう扱いなんだっていうのを分かるじゃん。そうですね、実態はどうあれそういう見られ方ゆえにこういう政策が作られてきてるんだなっていうのはよく分かりました。今はこういう理由さまざま含めて、どう考えても君たち底辺でしょって、もっと上行きましょうよっていうことを言いたいわけです。なるほど、励ましてくださってる。そうですね、話してるわけでは決して見られ方としてどうしても底辺ですよっていう、でもだからそれが誤解を招く表現なんですよ。言われてるのね、まあね、我々レベルで何かできることはあるんですか？ちょっと明るい希望がね欲しい。明るい展望は別に介護業界だけじゃなくて、ここまでね貧困が広がっちゃうって意外と厳しい状態に日本はあるんだけど、でも生きてる以上生きていかなきゃいけないから、そうするとねやっぱり介護保険に頼るんじゃなくて、自費だって言ってるけど、介護保険に頼るからこういう泥沼に陥る部分ってすごいいっぱいあって、で一人一人が今社会の個人化、社会が個人化してるっていうのは、ホリエモンとか西野とかそういうインフルエンサーが言ってることっていうのはすごい正しくて、で今もう令和に入ってから急速に個人の時代っていうのが来てるんだけど、介護職なんかはもっとね自分は何ができるんだろうって考えて、こういう現状を知るのは大前提で、今こういう状況に陥ってるから、じゃあ自分はどうしようって、自分はこういうことができるって考えていくことが早急に必要。今日 この特別なんとか講座はこれで、まあ、終わろうと思うんですけど、じゃあどうしようっていうのはもうちょっとこれから考えていきたいな。私たちも考えていきたいです、はいはい、やりがいがある仕事なんてほとんどの仕事がやりがいあるよ。介護だけじゃないし、逆に介護なんて行動が著しく制限されるから、どちらかっつったらやりがいがない仕事だって、自分で決められない、自己決定権が低いから、他の仕事より。やりがいっていうのは自分がやったことで成果が上げれば、どんな仕事でもやりがいがあるから、で介護だけ特別じゃないっていうことは間違いない。まあ確かになので、あんまり介護だけ、僕は介護やってるからやりがいがあるんだみたいなことは言わない方がいいの。みんなやりがいがあるから。だからやっぱり現実を伝えることっていうのはすごい大切で、現実伝えたら本当に変わるかもしれない。